夕霧は、源氏物語54条の巻名の一つ。第39条。巻名は、夕霧が、落葉宮に読んだ和歌、山里の哀れをそふる夕霧に立ち入れん空も泣き、心地してにちなむ。また、源氏物語に登場する架空の人物。夕霧大将とも、光源氏の長子。母は、葵の上。夕霧の名は、彼が、 中心人物になる牧野名にちなんで後世の人がつけたもの。光源氏50歳、夕霧29歳の8月中旬から冬にかけての話。柏木の未亡人落葉の宮は、母一条宮須所の病気家事のために、おのの山荘に移っていた。宮に恋心を募らせていた夕霧は、8月の中頃に、宮須所の見舞いを口実に、おのを訪れる。 折からの霧に囲つけて、宮に宿を求めた夕霧は、拒み続ける。宮の傍らで積年の思いを訴え続けるが、思いは叶わぬままに夜は明ける。祈祷の立志から、夕霧が、宮のもとで人夜を明か石屋探りしたと聞き驚いた。宮須どころは、心情を確かめるべく、病を押して、夕霧に文を認める。お見ないししおるるのべをいずことて人夜ばかりの宿を、 カリケム文を書き終えた直後、ミヤス所は既得状態に陥ってしまう。ミヤス所からの文が夕霧の元へ届いたが、それを北の方の雲いの狩りが取り上げ隠してしまう。翌朝、ようやく文を見つけたが、夕霧は文に認められた歌を見て、宮をもてあそんだと誤解されたことを悟る。夕霧の返事は遅れに遅れ、ミヤス所は振動のあまり休止してしまう。 突然の訃報を受け夕霧は葬儀全般の世話をするが、落葉の宮は母の死は彼の生と恨み心を開こうとはしなかった。落葉の宮はこのまま山荘に残り出家したいと思ったが、父須作院から女三宮も出家したばかり。姫宮たちが競うように出家するのは、としなめられる内容の文が届き、落ち込む。夕霧によって、 強引に本邸の一条宮に連れ戻された。世間では二人の中は、すでに公然のものとなっており、その状況に宮は戸惑う。夕霧は、養母の花散る里から事情を聞かれるが、帰宅後嫉妬に狂った雲井の狩りと、夫婦喧嘩をしてしまう。なんとか雲井の狩りをなだめて、落葉の宮の屋敷へ通っても、宮は塗り米めに閉じこもって出てこようとしない。 結局強引に王政を遂げて、帰省事実を作ってしまう。翌朝夕霧が屋敷に帰ると、雲井の狩りは主に娘と幼い子数人を連れて、実家の父大人邸に帰ってしまっていて、連れ戻しに行っても取り合おうとしない。そればかりか、夕霧に対し、あなたの名声は、さそや、広がるでしょうね。さすがは、名だたる光る源氏の息子だと。と嫌味を言い、対する夕霧も、 そういう定位地の悪さは、父君売り二つだ。と売り言葉に買い言葉。ついに二人は決裂してしまった。一方、落葉の宮は亡き夫の父、父大臣に、文で責められ、夕霧の目かけの富士天地も曇もいの狩りの味方で、一人途方に、くれるのだった。光源氏の長男。母は、葵の上。頭中条の老いで、その子たちとはいとこにあたる。 夢占いにおいて、中のおとりと呼ばれて、大乗大臣になることを約束されている。源氏譲りの美貌に恵まれた、貴公子である一方、感覚に優れた優秀な管理であり、また実直で恋愛には、不器用なことから、好き者の父に対し終始、豆人として語られている。五十四条のうち、青いから、影老まで登場。生まれて、すぐに母を亡くし、 祖母の大宮の屋敷で育てられる。大宮邸には内大臣の娘の雲井の狩りも引き取られており、二人はつついずつの恋を育んでいた。しかし、夕霧が12歳で元服した頃、源氏が彼を大学寮に入れ学問を習得させようと二条の東の院に夕霧を移し、なかなか大宮邸へ通えなくなる。さらに雲井の狩りを東宮妃にしようとも論んでいた内大臣が、 夕霧との恋仲を知り激怒、雲井の狩りを自邸へ引き取って二人を引き離した。昇進の夕霧を、源氏は花散る里に託して、彼の養母とした。その後も雲井狩りとは密かに文を交わし続けること六年、とうとう内大臣が折れで二人の結婚を認めた。結婚後の夫婦仲は円満で子も多く、雲井の癌以外の夫人は、目掛けの富士天寺の一人だけという一夫多歳制の、 当時では珍しい気まじめさだった。しかし親友かしわぎの没後、未亡人の落葉の宮に就寝するようになり、怒った雲井の狩りに別居されるという騒動を起こす。半ば強引に落葉の宮と結婚した後は、毎月お前十五日ずつ均等に雲井の狩りと、落葉の宮に通い、また落葉の宮を六条院の夏の町に移して、富士天寺原の六の君を養女とした。弟、 カオルの出生の秘密にも、柏木や源氏の様子などからうすうす感づいてはいたが、それ以上追求することはなく修正兄として悲護し、一時は、六の君の婿にとも考えた。また、源氏は、自分が過去に起こした過ちを繰り返させないために、息子の夕霧には、要望の劣る花散る里以外の妻たちと親しく、合わせたことはなかった。 しかし一度だけ紫の上の顔を垣いまみた際、その美貌は衝撃的に彼の心に焼き付き、彼女の面影を一生忘れられないものとして密かに死亡し続けた。夕霧の気真面目な性格から、父、源氏のような過ちは起こらなかったものの、紫の上臨終後に再び垣いまみた際には、その死に顔すら類いなく、美しいと絶賛し、 源氏亡き後まで彼女が存命であればと惜しんでいる。宇治十条にも登場。この時には右大臣についている。長女を東宮、次女、二宮の日に入れ、さらに六の君を二大宮と結婚させた。ありがとうございます。